はい、皆さんこんばんは、シムリスの推です。今回の問題なんですけど、開成中学校の問題です。この問題を全体的に割る9したとき、余りは何本になりますかという問題ですね。この問題なんですけど、まあ普通に計算しても時間かけたら、まあ解ける問題なんですけど、それを早くする方法ってあるんですね。それを今回はやっていきたいなと思います。それではよろしくお願いいたします。1つ目なんですけど、まあ、全体9で割るのと、9で割る。書くね。やった時の余りと同じなんですね。例えば余り11になったら、まあ9超えてるんで、11-9したら余り2って形になるので、どうしたっても一緒の形になるようなパターンなんですね。なので、個別で割る9をしていくと。もしも余りがない時っていうのが、この角位の数を足した時に9の倍数なんですね。ですけど、これを全体足したら、まあ、8×7÷2 なので、はい、答えは28って出てくるんですね。9の倍数の余り1なんですね。例えば、そういうやつをパターンちょっと考えてみるんですね。343÷9って言ったら、これって丸余り1なんですよね。例えば433。これも角位の数を足したら、9の倍数プラス1なんですね。これを割ると、また余り1なんですね。なので、これを28っていうのも9で割ったら余り1なので、これ絶対余り1なんですよ。で、これも合計28なので、これも余り1になる。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 なので、答えは1+1+1+1+1なんで、答えは5が正解となります。今回の問題が面白いと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また。バイバイ。